ホーホザウアーラント軍は、ドイツ連邦共和国、ノルトライン・ベェスト・ファーレン州南東部のアルンスベルク、行政管区に属す軍である。この軍は、同州で最も広い軍である。この軍をルール川とレネ川が流れている。この二つの川は共に、ホーホザウアーラント軍に属する自治体の一つである、ビンターベルク内から流出している。ホーホザウアーラント軍で最も高い山は、 同時にノルトベストファーレン州で最も高い山でもあるランゲンベルクで海抜843.2メートルである。逆に軍内で最も標高の低い地点はアルンスベルクホースビンケルのルール川沿いフヒテンテイ付近の海抜146メートルである。ホーホザウアーラント軍は北西から時計回りにゾースト軍、パーダーボルン軍、ヘクスター軍、バルデック・フランケンベルク軍、 ジーゲン・ウィトゲンシュタイン軍、オルペ軍、メルキシャー軍と境を接している。方ホ,ホ・ザウアーラント軍はザウアーラント、パーダーボルンポーに基づいて1975年1月1日に現在の形になった。それ以前この地域はアルンスベルク軍、メシェデ軍、ブリーロン軍に分かれていた。1975年の再編により旧アルンスベルク軍のバールシュタインはゾースト軍にバルベト、 アスベックは、メルキシャー軍に編入された。アムトゼル県道では早くも1969年に、キューメシェレ軍から、オルペ軍に移管されていた。新しく成立した、ホーホザウアーラント軍には、ビトゲンシュタイン軍から、ノイアステンベルク、モルザイフェン、ランゲビーゼ、ホーエライエが加わった。キュービューレン軍からは、エッセント、メルホーフ、ベストハイムが、マルスベルク氏に移管された。 上記のように21世紀初頭において、コホホザウアーラント群内の人口は減少傾向にある。そして、2015ITNRW の予測では、今後も人口減少傾向は変わらないとされている。2014年から2040年までの間に人口は16%減少すると予測されている。さらに労働者人口に至っては27.4%減少すると、 同時期の年齢推移に基づいて、IT、NRW は予測している。ホーホ・ザ・ウアーラント軍の軍庁舎2014年9月、現在の軍議会の議員構成を以下の表に示す。二等制時代の行政責任者、ホーホ・ザ・ウアーラント軍は、紋章、旗、上りを使用する権利を有している。紋章の図柄、赤字に、銀色の小立てを掲げた銀色の足。 小てには両端まで達する黒い十字が描かれている。紋章の解説、ホーホタウヌス軍は、かつてのアルンスベルク白領とベストファーレン公領を含んでいる。軍の紋章には、両両方の紋章の衣装がそれぞれ取り込まれている。もともと赤と銀に彩色されていたアルンスベルクの和紙とケルン先定公の十字である。 この紋章は廃止されたアルンソベルク軍に対して1963年10月31日に認可された紋章であった。新しい軍にこの紋章を用いることは1975年10月31日に確認された。ホーホザ・ウアーラント軍は以下の地域と姉妹地域協定を締結している。ホーホザ・ウアーラント軍は12の市町村で構成されている。 このうち10が、市の称号を有している。10市のうち、ブリーロン、メッシで、シュマレンベルク、ズンデルンの4市が、人口2万5千人から6万人の中規模軍都市で、ある。アルンスベルク市は、人口6万人以上の大規模軍都市に分類される。以下のリストは、候ホ,ホザウアーラント軍の市町村を、アルファベット順に列記し、括弧内に2019年12月31日、 現在の人口を示したものである。ホ方ホザウアーラント群の自然には未だに多様性が残されている。このため、珍しい動植物が生息する保護すべき地域が数多く存在する。多くの種がここをノルトラインベストファー練習における繁殖地にしている。例えば、ナベコウ、ワシュミミズク、オウモズ、マミジロノビタキなどである。これが様々な広さの保護区が 数多く指定されることにつながっている。ホーホザワーラント群には全部で177の自然保護区があり、その総面積は約7800ヘクタールである。さらに55箇所約3万ヘクタールの FFH 地域がノルトベストファーレン州を介して欧州連合に届け出されている。このため自然保護区の大部分はさらに大きな FFH 地域の一部になっている。 二つの鳥類保護区が完全に、ホーホザウアーラント群内に含まれており、さらに二つの鳥類保護区の一部が、ホーホザウアーラント群に属す。その一つは、メーデバッハーブフト欧州鳥類保護区である。鳥類保護区も、自然保護区や、FFH 地域と重なっている。この他に、保護すべきビオトープは、例えば自然文化財に指定されている。 候補ホホザ・ワーラント軍は、軍域全体について、風池計画が立案されている、ノルト・ベスト・ファーレン州では、非常に珍しい軍である。ズンデルンとアルンスベルクの風池計画はすでに改定が、なされている。軍の経済は、中小企業に大きく依存している。製造業の非雇用者数は、全体の44%で、州平均を大きく上回る。 サービス業が55%と最も大きな経済分野になっている。1980年代には州内で最も失業率が高かったが、現在では6%程度にまで減少している。アルンスベルク及びヘルベークザワーラント商工会、ジュートベストファーレン主工業会はアルンスベルクに本部を置いている。ホーホザワーラント軍の他にメルキシャー軍、オルペ軍、 ジーゲンビトゲンシュタイン軍がこれらの業界団体の管轄地域に含まれる。多くの隠れたチャンピオン企業が候補ホホザワーラント軍に本部を置いている。例えば、ブルクバート、ケッテンブルフ、オーフェントロップ、リッツェンホーフ、ティタール、トリルクス、ウムアレックス、ベーパなどである。地元企業の重点は、機械製造、自動車部品、照明技術、繊維分野や素材加工業である。 ホーホザウアーラント軍の有名企業、あるいは大企業には、ボルベート、ブレー・キルマン、イエーガー・ウントブッセ、チェントロテック、ファルケ、ホンゼル、ホッペッケ、インタープリント、オルスベルガー、ヒュッテ、ゼフェーリングンとベルティンスがある。この他に、アルンスベルクには、照明産業センターが、シュマレンベルクには、ザウアーラントセミ産業センターがある。ホーホザウアーラント軍は、オルペ軍、 ジーゲン・ウィトゲンシュタイン軍、ゾースト軍、メルキシャー軍と共に、レギオナーレ2013を開催した。ホーホ・ザウアーラント軍の最も重要な日刊誌が、ベスト・ファーレン・ポストと、ベスト・フェリシェルント・シャウである。共に噴家メディアグループに属する漁師は、ほとんどの市町村に編集局、またはオフィスを有している。さらに多くの市町村で水曜日と日曜日に、ザウアーラントクリアーが、 軍東部の市町村では、水曜日に、ブリーロナーアンツァイガーが、無料で配布されている。同じく水曜日に、アルンソベルクとズンデルンでは、防避援アンツァイガーが観光されている。ホーホザウアーラント軍全域が、ラジオザウアーラントの送信対象地域である。このローカルラジオ局は、メッシェデに本社を置いている。西部ドイツ放送のホーホザウアーラント軍向けテレビ。 ラジオスタジオは WDRG ゲインスタジオである。この放送局の地方スタジオはアルンスベルクにある。鉄道1870年から1873年以降、ベルギシュメルキシェ鉄道会社のオーベレ、ルールタール鉄道が、ハーゲンアルンスベルクメシデオルスベルク、マルスベルク、バールブルクとホーホザウアーラント郡を貫いている。この路線の計画、建設期間が長く延期されたのは、 早い時期に開発された近隣地域に対する経済的な立ち遅れが原因である。逆に、この鉄道開通は、特に現在のホーホザワーラント軍西部に経済的刺激を与えた。この路線は、ホーホザワーラント軍の鉄道旅客、貨物交通に中心的な重要性を有している。この幹線から支線が分岐している。これらの支線は19世紀から20世紀への 変わり目頃にプロイセンクニエウ鉄道によって建設され、それまで開発が遅れていたルール側の横谷や山地を交通技術的に開発した。アルンスベルクのネーハイムイコールヒュステン宿も旅客、貨物の両方にとって乗り換え積み替え駅となった。1898年に AG ルールリッペベン鉄道がここからゾーストに、1907年には ルールタールを本線と平行にアルンスベルクまで狂気鉄道を開通させた。旅客運行は廃止されたが、貨物運行は従前通り行われている。ネーハイムイコールヒュステンからのもう一つの軽便鉄道路線は1900年に西部ドイツ鉄道会社が開通させたレールタールを通ってズンデルに至る路線である。この路線は、 レールタールの工業開発に決定的な役割を演じた。現在この路線は散発的に貨物列車が利用するだけである。旅客運行再開の議論はノルトベストファーレン州政府の統合総合交通計画の否定的な評価によって頓挫した。1902年からビンターベルガー高地の東部をシュタインハレからメーデバッハへの軽便鉄道が運行していた。この路線は 300メートル以上の高度差を、機関車を重連することで克服していた。ベストフェリシェランデス鉄道 GMBH も1898年に、開通させたベレッケから、ブリーロン市への路線で貢献した。さらに19世紀から20世紀初めに、いくつかの工業専用線が開発された。例えば、ラムスベッカー鉱山地域と現在のルールタール、鉄道本線間や、 東部のやはり鉱山輸送のためのレーネディメルタール、鉄道などである。アウトバーン群内のアウトバーンは A44、A46、A445 号線である。A445 号線はベルルジャンクションで A46 号線と A44 号線とを結んでおり、北のハム方向へ通じている。アルンスベルカ方面で A445 号線は、そのまま、 A46 号線となり、東方向へ伸びている。この道路には、ネーハイム、ネーハイム南、ヒュステン、アルンスベルク旧市街、アルンスベルク東、フライエノール、ベヌメーン、エンステ、メッシェで、ベストビークのインターチェンジがある。さらにブリーローンを通って、ルネンベルクハーレンインターチェンジで A44 号線と、交差する延伸が計画されている。アルンイコールネーハイムと、 ヘイマートの間にメンデンを通る中間接続線も計画されている。A44 号線は軍北東部のマルスベルクを通っている。航空メシェデの修練地区にカテゴリー2の飛行場であるメシェデ州飛行場がある。アルンスベルクのホスビンケル地区の北にはアルンスベルクメンデン飛行場がある。ブリーロンのト練地区には特別飛行場に分類される。 ブリーロンイコール・トゥーレン飛行場がある。シュマレンベルク・レネフェルト飛行場は、シュマレンベルクの北西約4キロメートルにある。ホーホザ・ワーラント軍は、パーダーボルン、ディップシュタット空港に関わっている。これらの文献は、翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。